ある日自分以外の人間が街からいなくなってしまったとで自分しかいなくなったのかそれとも他に生き残りがいるのかもわからないような状況になったとあたらどうなるのか消滅後のあるあるですねあのよく、まあ、僕が昔妄想したのはですね豪邸とかですねホテルとかですねそのすごいいいところを探して まあ今だったら例えば自,発電設備のある自家発電の設備があるところで豊かな暮らしをするとで冷蔵の食品とか冷凍食品なんかを探して一、まあ、人だったらですね一生住むのに困らないんじゃないのかというふうに考えていました大きめのスーパーマーケットをですね例えばたった一人で占領するとですね大体 S、1人当たり1日3,000キロカロリーのエネルギーが必要だとしたらですね大きめのスーパーマーケットがあれば人間1人は55年間ぐらい生きていけるそうです。でペットフードまで含めればですね63年ぐらいは大丈夫と。 つまり、すぐに食べられなくなっちゃう生鮮食品とかですね、そういうのは置いといて、まあ、注意してですね、暮らせばで、自家発電設備もあれば、冷凍食品の保存も効けば、大体ですね、缶詰とかもあるのでですね、普通の人間だったら55年、ペットフードまで手を出せば63年間生きていけると。つまり、エデンのそうなわけですね。